フレッシュカップ準決勝、中日ドラゴンズ対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはドラゴンズの先発勝野がマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。1回の表、マリーンズの攻撃、バッターは周東。さあ注目の立ち上がりです。引っ張った、これはどうだ。バッターは2番に入っている阿部。ヒットでランナーを1塁に置いています。マウンド上勝野、そしてキャッチャーはマルティネス。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか。さあ4球目は何か。打ちました、いい当たり、センターへ打球伸びる。打順は3番藤原。ワンアウトになっています。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。西さん、各バッターはある程度先発ピッチャーの攻略法、データというのは頭に入っているものなんですか。あ、もちろんね、バッターボックスに入る前に、しっかりと頭の中で整理してから入りますからね。なるほどね。マリーンズマウンドに上がるのは先発のアルカンタラ。どう立ち向かっていくのか注目です。京田が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが6球目。打ちました。バッターは2番に入っている加藤。まずはワンアウトを取っています。三振になります。ツーアウトになっています。打席には3番バッターマルティネス。ツーアウトランナーありません。これが初球。打ちました、痛烈、これはどうか。打ちました、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど。どういった、高め打ちました、ランナーを背負ってのピッチングになります。まあここはねバッターに集中してね、まあランナーは気にしない方がいいですね。さあ初球は何か。インサイド落ちました、これはどうだ。打順は6番キブレハン。ドラゴンズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんでここで打線に球威をつけさせないようにしたいですね。さあ1打出れば先制と。フォアボール、ここは勝負を避けた形でしょうか。これでノーアウト満塁。まあここはね割り切ってね次のバッターで勝負ですよ。打った、マリーンズ先制、1対0、先手を取られてしまいました。バッターは DH 中村。ドラゴンズ先制点を許す形となっています。小宮山さん、後続は確実に断ち切りたいところだと。引っ張った、9番バッター万波。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。空振り、ここはランナーを変えさせません。この回点は取られましたがここで食い止めました。2回の裏になります。追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターボックスには指名打者の木下。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。
よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。同点のランナーが二塁に進んでいます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。インサイド打った。バッターボックスは8番阿部。フォアボールを足がかりにチャンスを作っています。さあドラゴンズ一打逆転のチャンスです。小宮山さん、犠牲フライを防ぐように打ち上げた。いいところに上がった。阿部きっちりと犠牲フライを打ちました。なおも三塁一塁のチャンス。さあそしてバッターボックスには渡辺が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがチャンスが続いていきます。まあここはつながっていますから、このチャンスで勝ち越しておきたいですね。なるほど、そうですね。初球は何で来るか。セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。ワンヒットで2点取れるチャンスになります。変化球打った、ショートの左。ドラゴンズ勝ち越しました。2対1になりました。リードを奪いました。さあそして打席には強打が入ります。さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。うん、なるほど、そうですよね。まあ向こうは走ってきた。セーフ、盗塁成功。これで一気に2点取れるチャンスに。引っ張った、ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、コントロールもバラバラですからね。そうですよね。まあただバッターからすればここで攻めておきたいところです。初球打ち、詰まりながらも右中間へ。打順は1番に帰ります。バッター周東、まあ、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはバットに当たりません。三振。まず1つアウトを取りました。打ちました。レフトへ打球伸びる。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、一発が怖いですから、やはり低め中心のピッチングになると思いますね。なるほど。ではバッテリーの組み立てに注目ですね。打ちました。反撃したいマリーンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、1点リードはドラゴンズです。バッターボックスは3番マルティネス。前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。インサイド、弾き返した打球はセンターへ。バッターボックスは4番ビシエド。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。アルカンタラ、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。3回終わって2対1、ドラゴンズが1点をリードしています。バッターボックスマクブルーム、まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから同点のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。際どいが、あっとフォアボールです。同点のランナーが二塁に進んでいます。小宮山さん、
小宮山さん、ゲッツーを狙うには変化球打っていった。打順は7番長岡。ドラゴンズフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ一打逆転というピンチを迎えたこの場面、まあ次はボールゾーンに外れていく。ジャストミート、これは大きな打球、長岡きっちりと犠牲フライを決めました。ドラゴンズなおも三塁一塁のピンチ。さあそしてバッターボックスには中村が入っています。ここは気をつけたい打順ですよ。さあワンアウトになりましたがピンチは続いています。まあ、こういう要因、ドラゴンズここでピッチャーが変わります。一打勝ち越しの場面でマウンドに上がったのは清水。ここは切り替えて次のバッターですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから配球には十分注意が必要だと思いますね。そうですね、さあ気をつけていきたい。中村がフォアボールのランナーを出しました。これでワンアウト満塁。まあ、ここはね割り切って、次はスプリットで空振りを取りたいですね。ライトへ、これは距離が足りないか。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあ、まだピンチが続いているわけですけどしっかり切り抜けてほしいですね。そうですよね。さあこの場面空振り、ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたがここで食い止めました。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスには6番高橋。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ドラゴンズ同点で迎える、打ちました。バッターボックスには7番ブライト。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから今度はその使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。アウトコース打ちました。5回の表にゲームが進んでいきます。マリーンズの攻撃、2番バッター阿部。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。いや、アウト、三振になります。ワンアウトです。バッターボックス藤原、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。清水、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。三振です。バッターは4番マクブルーム。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。5球目は何で来るか。インコース打ちました、いい当たり、これはどうか。これが5球目、三振を取りました。封を切らせました。抑えはしましたけどボールが高いのは怖いですよね。はい、怖いバッターでしたが三振に切って取りました。バッターボックスは9番渡辺。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。打ちました。打順はトップに帰って強打。先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、2番バッター加藤。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあ、打ちました。さあどうだ。さあそして打席にはマルティネスが入ります。続けて期待できるバッターに回ってますね。さあ一打勝ち越しのチャンスです。まあ、この辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですよね。まあ、ここは歩かせてくるか。よく見極めました。フォアボールです。いや、選球眼がいいですよね。バッターよく見極めました。さあ5球目は何か。一二塁間、ここはたまらず間を取っていきます。内野手が集まってきました。そうですね、ピッチャーも動揺してますから一気に行きたいところですよね。さあここは積極的に攻めてほしい。右中間へ、
さあ面白い当たりになった。ドラゴンズ勝ち越し4対2。さらに三塁二塁のチャンスが続きます。6番バッター高橋。ドラゴンズこの回2点を入れています。さあ勝ち越しに成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。まあこのままここにストレート打った。回は6回の表、追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスは6番キブレハン。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。インコース打ちました、いい当たり。弾き返した打球はレフトへ。7番バッター長岡、先ほどの打席で一時同点となる犠牲フライを放っています。清水打ちました、大きな打球になった。ライト下がっていく、下がっていく。得点圏にランナーを置いています。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負います。一発があるバッターなんで気をつけないと一気に同点もありえるかもしれませんね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の清水、このピンチをどう切り抜けてくるのか。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。まあここはね、割り切ってね、次のバッターで勝負ですよ。はい、ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。ここはゲッツーを取りたい場面です。このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。さあそしてバッターボックスには周東が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここもしっかり抑えてこのピンチを出したい。ストレート打った、ランナー出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。4対2、ドラゴンズがリードしています。6回の裏、7番から始まるドラゴンズの攻撃。バッターはブライト。今日は盗塁を一つ成功させています。打ちました。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、これはどうだ。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。次が5球目、変化球空振り。最後は外に逃げていく変化球、思わず手が出てしまいました。まあいいコースに来ましたからね。はい、長打の期待もありましたが、あえなく三振です。7回の表、追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスは2番阿部。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。痛烈、これはどうか。バッターは3番藤原。今日はまだ当たりがありません。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました、痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入れば同点。フルカウントからの変化球でしたが、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。いいボールだったんですが、バッターがアウトコース狙ってましたね。はい、打席には5番バッターマクブルーム。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。4番を迎える場面でコールされたのは森。打順は4番マクブルーム。
今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがない。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。このボールは外れてフォアボール。ワンアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。小宮山さん、やはり警戒心が強く、ストレートを打った。さあそして打席には長岡が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ一打勝ち越しという、ここでフォアボールを与えました。これでワンアウト満塁。コントロールが定まりません。もったいないですね。はい、ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。次は落ちる変化球で空振り。ここはランナーを変えさせません。ここはなんとか踏ん張りました。ツーアウト満塁は、5球目は何で来るか。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたがここで食い止めました。皆さんのドラゴンズ愛で勝利へと導いてください。バッターボックス加藤、ここはさっき打たれたツーシームの使い方に注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。打ちました、いい打球だ。伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し。追い込まれてからのストレート、前でさばいた打球は大きな弧を描いてスタンドへ。今のは低めのボール球じゃないですか。うまくすくい上げて持っていきましたね。そうですね、マリーンズここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのはロドリゲス。打順は3番マルティネス。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ドラゴンズホームランで勝ち越しています。さあ6球目は何か。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは4番ビシエド。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。次が3球目。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは DH 木下。先ほどの打席で勝ち越しとなるツーベースヒットを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい、まあ、変化球空振り、3アウトチェンジ。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。7回終わって5対4、ドラゴンズが1点リードとなりました。ゲームは8回に入ります。マリーンズ打順よく1番から始まります。周東がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。打ちました、これはどうだ。打順は2番阿部。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。まずはワンアウトを取っています。インコース詰まりました。打席には3番バッター藤原。先ほどの打席で一時同点となるホームランを放っています。ツーアウトになっています。空振り三振、3アウトチェンジ。反撃したいマリーンズでしたがここは三者凡退に終わっています。5対41点リードはドラゴンズです。8回の裏に入りました。ドラゴンズの攻撃、バッターボックス高橋。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ドラゴンズいい当たり、これはどうか。バッターボックスは7番ブライト。今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。後藤がファーストランナーに入ります。バッターボックスブライト、今日は盗塁が一つあります。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース打ちました。バッターボックス阿部。
前の打席ではフォアボールを選んでいます。ワンアウトになっています。西さん、こういう場面で引っ張った、試合は最終回まで来ました。追いかけるマリーンズの攻撃、バッターボックスには4番マクブルーム。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。打ちました。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。これが5球目、振っていきましたが三振。バッターは6番キブレハン。まあ、前の打席はインコースを打たれましたから、ここはインコースの使い方がポイントになりますね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に外れてフォアボール。ツーアウトから同点のランナーを出していきます。小宮山さん、どうでしょうかね。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。はい。さあここでマリーンズダイソーを送ります。ファーストランナーは初期、長打でランナーが帰れば同点です。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これでヒット1本でライトへ上がりすぎたか、最後は外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。一打同点のピンチでしたが見事守りきりました。ドラゴンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。勝ったドラゴンズ、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様、本日は最後